皆さんこんばんは。ザ・ロングダークやっていきたいと思います。さあ、お肉しっかりと調理してきました。あとはね、あれ、鍋はあるかな。鍋1個あるね。よく非常に寒いですね。なんもないんです、衣服。ただ目標としてはとりあえずオーロラが出ている夜にダムの中に入ろうとのことですので、まずはね、ダムの中向かいたいなと思います。あとどこでアイテム回収できるかな。ダムの中だろうね、あとあるとしたら。さあ、夜を過ごさないといけないから結構食料必要になるかもしれないですね。オーロラが出る日って決まってるのかな。何日間に一遍とか。ああ、あんなとこにしか近くにいたの、おかしいな。鹿狩りの時あんなとこにいたっけな、鹿。さあ、急激に下がってますね。で、今朝方でしょ。よし、一旦キャンプオフィスまで。あー、マジか。いやー、あぶねー。油断してちゃいけねえな。うん、やろう。次来たら撃ち抜いてやっかな、あの野郎。完全に油断してたな。クマをやったからといってまだいるんだ、敵は。さあ、洋服の確保したいな。電波と展望台行きたいんだけどね。展望台服はあったと思うんだよな。頑張って目指せるかな。どうせキャンプオフィス行くならでしょう。キャンプオフィスよりもちょっと遠いんだな。まあ、電波塔目指してみるか。場合によってはそのままダムまで行っちゃった方がいいかもしれないね。で、ダムの番号も前回控えてますので、7611と。お、あそこなんかあるかな。ここは落とし罠エリアですね。ここでちょっと暖を取ろうか、じゃあ。結構寒いからね。よしよし。ああ、キノコも生えてたね、ここ。ちょっと体温めてから行くか。ああ、物は使い回しの缶しか落ちてないか。あ、でも展望台行ければ。真上か。こっちだな。展望台まで行っちゃいましょうか。服がないと寒いね。この上を行くと途中岩と木があるね。よし、そこ。よし、すまない。よし、はい。この間だね。岩と木の間、こっち行かないとダメだね。よし、迷いたくないんです。狼がいんな。で、このまま斜め行けば岩があるはず。どうにかして展望台まで行きたいね。体温は結構下がってるな。
最悪展望台で一泊だな。問題はその日の夜にダムが開いてたら、ダムじゃねえ、オーロラが出てたらどうするかだな。急いで夜のうちに行動しないとやばいですね。できればそうはなりたくないんですが、なっちゃったらなっちゃったらだな。まあ、線路沿い行けばね、道には迷わないと思うんですけれども、松明いくつか持っていかないとな。さて、結構来た感じがするけどどうかな。ここはここら辺かな。ああ、向こうの岩がそうかな。靴は履いてるんだ一応。ただね、上着がないんだよね。ここ銅の一番大事な部分が引っちぎられちゃったからな。よし、こっちかな。ちょっと違うな。このエリアはどこだ。こっちのエリアだったかな。こっちまっすぐ行くと、じゃあ線路あるかもね。逆にそうならある程度の道の把握ができているということですので。いやー怖いね、線路が思ったより見えないぞ。なるかな。あ、見えたな。あれだな、今日はあそこで一泊だな。できればその日の夜はオーロラが出てないと助かる。出てたら夜出発。そうしないと次いつオーロラが来るかわからないですからね。さあ問題はあそこにたどり着く庭だ。あっと、そういうこと。よし来た。あ、いけるね。よかったよかった。ちょうど息切れもしてたしね。さあここで銅の部分の服が見つかると非常にありがたいですね。ああ凍傷のリスク来たね。ギリギリセーフ。どうせ一泊するから。で夜にちょろっと様子を見て、空にオーロラがなければ、この辺は狼もいないでしょうねえ。よし急げ急げ急げ。ちょっと小石拾っとこうかな。よし来たね。今度こそこっちは壊れてないよ。前回壊れた方行っちゃったからな。よし、さあ中で暖を取りながら。近くに木があれば、近くに木があれば切りたいなと思ったけどないね。現状あるもので我慢するしかないな。まあ部屋の中はあったかいと信じてね。ドア閉じて。よし体感2度。あったね、靴下、靴。とりあえず火つけようか。よしよし
はい。靴下これで1個手に入ったな。上着がないな。ダムの方にあるかな。あると助かりますけれどね。そうすると夜になる前にダムの中探索してきたいな。オーロラ出ている時だともしかしたらイベント発生とかで大変なことになるかもしれない。よし、空腹か。せっかくだから調理しとこうか。ああ、おっか、ウサギ。18分程度なら。あ、待って、1時間、火消えちゃう。入れるところだったよ。調理。使う。より良い休息のためのハーブティー。やっておきながら。なんかあれ壊せる。あるな。30分か。30分なら大丈夫そうだ。はい、よし、燃料追加、飲む。よし、水はどれぐらいある。 1.14 か。溶かしとこうか。調理。あとは、お、ライフルの弾、服、靴下、着る。帽子がないな。ボロボロでもあった方がいいっていうことをね、学んだからね。お、なんかあるじゃないか。ハンクのロッカーの鍵が必要。そんな。ウサギの調理がもうちょっとで完了するな。食べるか。よし。で、寝たいとこですね。寝ましょうか。とりあえず8時間寝よう。で、夜になるから、オーロラが出てるか見ましょう。パッと見、オーロラ出てなさそうじゃないかな。ああ。オーロラは出てなさそうですね。よし。じゃあ、朝になるまで寝ようか。寝る前に壊しておいた方がいいな。よし、はい、よし。7時間ぐらいまた寝ましょう。で、まだ夜かな。微妙に朝方だね。はい、マッチつけて。あれ、はい、思考だね。枝木で起こすと。で、まあお肉食べてね、出発しましょうか。ウサギのお肉とか頼むぜ。燃料促進剤は向こうで使いたいね。ダムの中。さ
さあて、とりあえずここで飯と水を飲んでだ。はい。Turned out pretty well. 回収した僕で。このぐらいあれば大丈夫じゃないかな。水が必要でしょ。で、とりあえず水飲むと。よし、調理鍋で101か。一瞬で終わるな。食べる。それ以外に食事、ここら辺ちょっとしかあれだな。大した量ないね。142か。ああ、ここら辺880、700、700、700、990。熊の肉いいな。同じ1キロでも全然違うと。で、やや空腹か。食べるか。よし。で、缶コーヒーを調理。はい。これで両方を満たして、沸騰させた水は 1.2 か。もうちょっといけるかな。はい、よし、入手。ちょっと重いけどね、揚げ方になったかな。よし、いいね。ちょっと服も確保したし、発電所を迎えましょう。はいはいはい。さあ、朝のうちに行って、一番のね、今日の夜オーロラが出てくれると最高のパターンですね。まあそうじゃなくても、とりあえずは発電所内探索も必要ですので、まあ最悪場合によっては、クマさん倒した場所がちょっと遠いけど、クマの肉を確保しに行くのもありかもしれないですね。ただ重いからな、クマさんのお肉も。まあ食料足らなくなれば、それも検討する必要があるということですね。そうするとあれだったな、線路上で倒した方がよかったんだな。よし。おっと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 。線路見えますね。ちょうどいい。はい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 。よし。行くぞ。これで脱線のとこまでか。あれあれ、これはきついな。登れなさそうだな。ちょっとこっちから行くか。よし、場合によっては打線からずっと右に行けばあるんだけどな、物資が。打線から横、ちょっと向こうだけどね。まあただ洋服はないだろうから、服優先したいね。あれ、なんか落ちてる？違うか。ああ、コンテナ取ってるわ。さあ、あとは狼に会わずにダムについて、ダムの中でまあロッカーとか探索してね。それで洋服を確保したいなと。で、ダムの中入れば、あ、
オオカミんな。できれば銃は温存しておきたいな。よし、どうしようもなかったらやっちまうか。意識防げるかな。大丈夫か。急いで。よし、逃げて逃げて逃げて、端っこ端っこ。よし。思い知らせてやるぞ。うら！私をお前は怒らした。皮はいいや。肉だけいただいていくぞ。食料だ。うん。やべえ、凍傷のリスクだ。早えな。思ったより。これは凍傷になる前に発電所まで行けるとありがたいね。今この位置か。近いね。積み荷エリアまで。え、積み荷エリアだよね。脱線が向こうだったもんね。いけるな。よし、いけるぞ。この風じゃ、まあ、火もつけらんないでしょうからね。カラスの羽。カラスの羽。ポーチだよな、これ。なんか使おうかな。よし。さて、頼むぜ。もう来ないでよ。凍傷のリスク、まだ大丈夫だね。このまま道沿いに行けば、左手にダムが見える。誰かな。よしよし、いいね。順調順調。肉も確保できたしね。鹿をやるよりもちょうどよかったですね。鹿だと肉持てないから。 9. 点何キロも。あと一発で仕留めれるかわからないですからね。弾を節約するにはあれしかなかった。一発で勝つ。向かってくる敵やばいな。だいぶ凍えてるな。急がないとな。マッケンジーさんが死んじゃうよ。さあ、洋服あさるぞ。絶対あるだろう。事務所とかあるわけだからね。あ、そっか、こっちにも部屋あるんだ。これは期待できるぞ。洋服探すぞ。まずはこちらから。多分ベッドがないとこだよね。よし。さ、寒さをしのぐものが欲しい。ないかな。あ、布はあるね。 I think I can use this. 荷物がだいぶ重くなっちゃってるな。おお、回収した木材も必要になるな。ダンボール、回収した木材。本か。バックパックなし。I'm not gonna be able to carry this load for much longer. ちょっと待ってくれ。40キロ行ったか。40キロ行ったな。走れなくなったな。まあしょうがない。火が炊けないだろうからな。お、捨ててたな、いろいろと。いいね、ハイキングブーツ。大
だいぶ荷物重くなったけど。どう？着る。ちょっと暖かくなったね。くたびれたハイキング靴、ボロボロのハイキング靴、ボロボロのハイキング靴。二つもいらねえな。一個あればいい。予備は一個でいい。ロッカー、ロッカー。こんなもんか。こんなもんだな。で、疲労はもうちょっと大丈夫か。ダムの中行きましょうか。火つけるとこあったっけな。なかった気がするんだよな。ただこの火じゃね、肉も焼けないからね。そっか、荷物軽くするには食べちゃえばいいか。やや空腹か。もうちょっといけるな。これから何日の夜を過ごすかわからないですからね。これに熱い板とかはいっぱいあるから火を焚くには困んないけどね。さあ発電所内ね、ここに作ってるからね、焚き火。さあ入ろう。問題は真っ暗かな。あ、明かりは多少あるね。ダムでしょ。この辺りないね。ここしゃがんで、よし、大したあれじゃないね。This will come in handy。 おお、あるんだね、こういうところに。探そう。はい、キャビネット探して、なし。はい、明かりつけましょうね。コンテナ製が空で、暗証番号のある部屋があれどこだっけ。松明はないのか。おっと、間違えた。はい、あ、こっち階段か。あれ、暗証番号の部屋ってロッカーから布がある。服は落ちてない。ああ、これ道に迷いそうだな。お、飯あるじゃないですか。はい、飲む。よし、まあ、で、ここ戻っていた。一周ぐるっと回ってきたかな、これ。あ、あったあったあった。暗証番号のとこ、ここですね。ここが要は、オーロラ出た時に来る場所ですね。あ、まっすぐだね。ファイルキャビネットあってね。ダムからまっすぐです。じゃあ、私はあと何をしなきゃいけないかというと、この階段で、上だったかな。洋服ありそうな場所。ここら辺あったかな、洋服。はい、洋服を探したいね。キャビネットから、から、どっかからか。洋服は拾ってないかな、意外と。ここ管理人室ですね。ここで鍵を拾ったはず。ただ服とかはないか。エレベーターメンテナンスのメモ。問題は見つかんない。配電システムに何らかの不具合があると。よし、木
金庫の中を探す。無理ですね。What have we here? 本はちょっと必要かな。なし。ハーブティー。あ、しぶしぶ来た。あれ、明かりを。あ、キャビネットの中。紙の束か。はい。ファイルキャビネット。本はね、燃やすのに役に立つからね。ロッカー。洋服ねえかな。This could be really useful. 金属靴はいらないよ。何？お、ちょっと待って。来た。あとは頭だな。靴下も足んないな。いいね。順調です。洋服探し。あるんじゃない？なんか。なんかないかな。はい。もう一丁。ダメか。これ以上はなさそうだな。ちょっとな、戻りましょうか。さあ、下降りて一泊明かしましょうか。じゃあこっちか。危ねえ。こっちだね。ここら辺のロッカーは？こじ開けろ。洋服ちょうだい。洋服、帽子でもいらない。ないか。暗証番号がある。反対側が出口と。でここじゃね、キャンプのあれが作れないんだよね。火を起こせない。体感温度はとりあえず3度だから、寝ようか一旦ね。夜まで寝ましょう。これでオーロラが出るか。まだ夜になってないかな。まだ夜とは程遠いですね。ただ今のうちに、じゃあ今のうちに空腹とかがまだ残ってるから、燃料燃料2台、1時間半。これよし。さあ今日の夜を過ごしましょう。枝木でいいかな最初。さあ1日目の夜、ここでね、空に緑色のオーロラが出てれば多分電気が通電するってことでしょうけれどね。ひたすらオーロラ待ちましょうよ。そのためには木材を切って飯を焼いては飲み物飲んでと。重要ですね。とりあえずこれで Turned out pretty well. 燃料追加。3時間20分だよ。パッと言もう今日じゃない気がするんだけどね。まあでもお腹も飲み物も必要になりますので、ここで調理とね。できる限り調理しとこうか。調理鍋があって、新鮮な狼な肉を調理。雪が溶けるまで待つ。沸騰するまで待つ。入手。うん、今日はオーロラの日じゃないですね。空腹と喉が渇いてる。ハーブティー調理。飲みましょう。で雪を溶かす。
お肉潰す。食べる。よし。で、まだ多少元気があるからね。飲んで。これを調理してもらってる間に、松明を持つ。これ何台ぶっ壊しとこうか。1時間半やったらやべえな。もうちょっと軽めの2時間。軽めのはないね。熱いた。このレベルは。30分レベルなら。よし。よし、ちょうどいい感じだ。松明破損。燃料として追加。松明を持つ。で、これを消化しといて。で、入手。で、寝ましょうか。今日の夜はね、オーロラ出てないので寝ます。寝具。がっつり12時間睡眠。よし。ダムから出て。完全に朝になってますから、喉が渇いてるだろうけど、とりあえずね、壊すよ。よし。で、水を飲みます。肉も一個食べとくか。よし。で、幸いにして枝木はいっぱいあるかな。燃料は30あるからね。ちょっと寝ましょうか。またさあ、もう一日夜まで6時間ぐらい寝ましょう。これで大体また真っ暗になってきたんじゃない？よし。さあ、オーロラ出てこないかな。焚き火。よし。何日待つんだろうな。それによっちゃだいぶな時間が長くなっちゃうけど。Come on. 頼むよ。で、肉を焼きながら時間を待ちましょうと。そういう方法でいきます。回収した木材はいくらでもあるからね。はい、着いた。 That's done. 追加調理する。缶コーヒーが意外となくなってきたな。雪だけ溶かすか。はい、はーい、はーい。さらに待って飲む。よし、調理。肉よし、食べる。これは出てなさそうだな。飲む。せっかくだから肉調理しとこうか。はーい、はーい。飲む。よし。あー、今日もオーロラ出てないね。ない。もう一個焼いとくか。腐りかけちゃってるからね、危ないね。
普通に調理しとく、こっちも。今46分。大丈夫だね。Getting dark out here. Time to look for shelter. 飲む。よし。はい。よし、そろそろ寝るか。結局今日もオーロラの夜ではないみたいですね。大丈夫かな？俺何日続くんだろうな。もうしばらくこれでね、あと燃料あるから、ひたすら寝ましょうか。はい。はい。あれかな、ベッド使いすぎるとこれな、壊れちゃうかな、寝具。ベッドの様子だけ見ようか。寝具ってどうなってる？使用制限あるんじゃないか？あれ？ベッドないな。あれ？ベッドないぞ。これ缶でしょ？あったあったあった。63。ちょっと置いといた方がいいな、でも。さあ、どうかな。夜になる前か。夜になる前じゃ。ちょっくら時間潰しましょうか。違う。まあ2時間ぐらい時間潰して。はい。で、水飲んで。よし。パッと見だよな。今日もか。何日続くんだ。これ寝るというよりは時間潰した方がいいな。腹減ってきたね。睡眠を取らずに時間をやると、要はこれが減っていっちゃうんですね。僕らこの人8時間トランプやり続けてる一人で。よし。あべ、お腹空いてきた。はい、食べて、あとは飲み物も飲んで、で多少疲れてきてるからといってもだな、12時間寝てもまだもったいないね。トランプで6時間ぐらい潰そうか。で朝が来るでしょ。日が昇ったこの辺り、この辺りで12時間睡眠。どうよ。これで。シングじゃない。上流ダムから出る。どうかな？オーロラ出てるかな？お！あれはオーロラじゃないですか？来ましたね。周りの電気ついてますね。行きましょう。寝具入手。食べ物食べて。よし。あと水も飲んで。で、ちょっと怖いから、こっちにしとこう。ここ越えて、あそこですね。電気ついてますね。よし。
パッド。あ、ドア、あ、開いたね。さあ、こっからです。ミッション更新。カーター水力ダムを通り抜ける道を見つけよう。あい、なんかあるな。そういうことか。これはね、こっちだね。松明がいい。あれ、松明照明。道を見つけよう。なんかあるってことかな。 There it is. スイッチボックス。いや、 あったとして分かんねえんだけど。え、それでどうすんだ。これどっか進めるようになったのかな。あ、エレベーター、エレベーター動くんじゃねえか。エレベーターどっかにあるかな。あ、エレベーターって下の方だったっけ。エレベーター下じゃねえかな。ちょっと一旦セーブしとこうか。最悪積んだ時のために。ここから行けるようにしとこう。そうだ、エレベーターだ多分。あった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 。I guess there's only one way to go from here. よし。Holy shit, what was that? こじ開けて。はい。やばいんじゃねえのこれ。あ、電気なくなっちゃった。マジか。ここに来てなくなったか。フレアだな。これはどこ向かえばいいんだろうな。あ、全然違う。うん、どっかに出口があるんじゃない。この電気に触れちゃまずいね。感電しちゃうね。おお、待ち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 。マジかよ。これ走れない状態って結構やばいんじゃないかな。Shit, that burns. ちょっと待って、なんで今やけどした。That hurts so much. ちょっと死ぬかもしれないからな。ちょっと様子だけ見ましょうか。The pain. 2つプラスないんだよな。こっちか。これはもう死んで覚えるしかねえな、ルートを。パッと見こっちじゃない。 Feels like it's still burning. よしよし、とりあえずフレアが切れる前に中探す。ランタンの燃料はいらない。さあ、どっかあるかな道。うん、パッと見こっちじゃねえ気がすんな。
違うね。真ん中か。いや、この状態で走れないの結構きついね。場合によっては荷物を軽くしていかないとやばいかも。うん、こっちかな。で、こっち行けばいいのか。本当にこれ近くねえか。どこに抜ければいいんだろうな。うん、上に来たはいいけど。あ、登山用ロープだって。荷物が重すぎる。とりあえずどうにかしないといけないわけだから、飯は食えるね。包帯巻こうか。包帯を使う。消毒液出る。霊式の子はあるけど、飲む。肉も食っちまうか。狼。よし、もうちょっとこれ食って。はい。飲んで。重いな。あれか、木材だ。木材どこだ。こいつだ。捨てる。これでも36。何捨てるか。食べちまうか。お腹満たして、お腹満たして。満腹で食べれない。あと重いとしたら肉関係だな。食料か。財布もいらないの。とりあえず鹿肉か。捨てるしかないか。 3.6。あんまし食料捨てたくないんだよな。まあバールも必要だしね。とりあえずこれ捨てるか。布がいっぱいあるな。こんないらないだろ。捨てる。33キロ、結構減ったな。しょうがない。肉捨てるか。肉肉結構ねえんだけどな。肉 32.5。あと水いくつか捨てるか。 1.5。 あとちょっとだな。あと捨てれるものか。これの下着系は欲しいからな。うん、消毒液も捨てらんないしね。意外と捨てるもんなくなっちゃったな。なんか持ちすぎてるかな。やっぱボロボロのハイキングシューズ。あー、一個捨てちゃえ。くたびれたのも捨てちゃえ。し、これでか。やっとか。服を捨てるのはちょっときついんだけどな。ああ、カーゴパンツの方に着とこうか。よし。あれ、登山用ロープどこだ。あった。よし、降りましょう。さあ、照明。ここに降りてきた。だな。お、あれ違うな。あれ
お、来たね。さあ、出るぞ。バックパックあったけどちょっとダメだね。電気通電してるじゃん。I better watch out. こっちは。向こうだな。これやべえんじゃねえのこれ。あっ、やべえ。この人通れねえじゃん。うーわ。なんだよ。ここでしょ？で、ここ行くとバックパックあんだけど死ぬでしょ？だからこっち行くでしょ？ Better watch out. あ、あったな。あれ？ Holy shit, that's hot. 嘘だろ？おい。これ、これ積んだんじゃねえかな。 95% 来てるんだけどさ、これやけどしてんの、どうにかしないとこれ無理なんじゃねえか。もしかして、そんなことある？これもう、あ、無理だ。スイッチ、スイッチ、スイッチ。あ、That hurts so much。やべ、死にそう。うわ。もう前が見えない。The pain。The pain。痛い。死んじゃう。生きて。脱出するんだ、生きて。ああ、ここじゃない。あ、ここか。あ、違うじゃん。あ、今なんか手押し車じゃない。どこだ。どれもなんだよな。これできねえしな。あれ、今電気のスイッチ切ったのに。どこに行くのかわかんねえな。ここか。あっぽいぞ。あ、待って、ここにスイッチボックスあったな。ちょっと待って、一緒やり直したい、やり直したい、ちょっとやり直します。あったね、裏から行けましたね今。多分ですけど今裏から行けたはず。よし、そうだよね、これなかったらおかしいよね。はい、で戻ればいいのかな。ちょっと待って、これ何もないのか。戻るのかな。上行ってみようか。こっち行けるようになってるけど、バックパック探す。Wonder if this is any good to eat. 待って、鎮痛剤あった。薬使う。よし、ウェイド感知したのはいいけど、ここからどこ行くんだ。お、え、キーパッド。え、何？マジか。そういうことか。7611開かないってか。7611開かない。キーパッド、キーパッド。下だな、じゃあ、きっとあそ、こういう机。
事務所の机、どっかにパスコードあるでしょ。事務所の机的な。下だな。じゃあ下の先にあるんじゃないか。こういうところ、こういうところ。オレンジソーダじゃない。パスコード頼むぜ。パスコード、パスコード。作業台じゃないか。I'm not sure I can carry much more. どうだ。布、マッチ、違う。あ、もうちょっと奥あったね。なるほど、こっちか。待って、電気切れてねえけど。それよろしくないんじゃない？そうだよ、そりゃそうだ。電気切ったじゃん。やべ、包帯なくなっちゃうな。The pain. よし、どっかにあるだろう。こういうのは一番ステルスキルされたぞ。ああ、これ縛られてんな、どう考えても。お、なんか来た。誰だ。新しいキャラクター登場。A locked case. Well, that is interesting.悪いやつだな。 A locked metal case is a thing of the old world, stranger. It's a world of closed doors and things being off limits. Yeah, see, I was part of that world, but that world's over. あれ、このThis is my world now, and in my world, I make the rules. アストリットが持ってたやつかな。 In my world, see, there are no locks. マッキンジー。 Your world sounds crazy. What's in the case? I have no idea. No idea. What's in the case? I hope it's painkillers.Your ID says you're a pilot. You have a plane somewhere. もうぶっ壊れてるよ。 My plane wouldn't do you any good. Yeah. Should I show you what happened to the last person who lied to me? She didn't look so pretty after I was done. She? So now he's ready to talk.Well, don't worry, pilot. You'll be with her soon. はい、ということでね、実績ロック、もうすぐ彼女の元へというところで、まあ、エピソード2が終わったってことなんでしょうね、きっとね。じゃあ、最後にこちらのエンドロールを見ていただいて終わりにしたいなと思います。さあ、謎の男が現れましたけれども。まあ、敵だよね。完全に。あの、おばあちゃんが言ってた、なんか追ってるみたいな、女性を追ってる的な、多分その男なんじゃないかなと、思いますのでね。まあ、次回っていうか、エピソード3ができるよう、エピソード2までしか今できないっていう話をちょろっと調べてあるんですけど、もしかしたら、ちょっとエピソード3が出るまで、しばらくちょっとこちらの録画の方はね、なくなるかもしれませんが、エピソード3ができ次第すぐにね、続きをやっていけたらなと思います。それでは、エンドロールの方ですね、ちょっと見ていただいて
エピソード3があるかないか、ちょっとそれの確認だけしたいなと思います。さあ、あ、やっぱ続きがなさそうですね。前回ね、あの時エピソード2クリアでね、続いてエピソード3ということだったんですけれども、まあ、ちょっとなさそうですので、まあ、また、まあ、この最新のニュースみたいなね、アップデートが届きますとのことで、まあ、ここら辺、まあ、ちょくちょくね、確認しながら、エピソード3がもし完成しましたら、続きをやっていきたいなと思います。それまではまた別のゲームでお会いしましょう。それではまた次回お楽しみに。さよなら。